エアスタン事件は1995年8月3日から1996年8月16日間に発生した国際事件である。アフガニスタン上空を飛行していたエアスタンのイリューシンイル -76TD がタリバーンの戦闘機によりカンダハール国際空港へ強制的に着陸させられた。その後一年以上の間、ロシア人の乗員は監禁されたが自力で アフガニスタンから脱出した。1995年当時、アフガニスタンは内戦状態であった。1994年末からターリバーンが侵攻を開始し、1995年初頭にはカーブルの南に位置する都市の多くが占領された。エアスタンはタタールスタンに本拠地を置く航空会社だった。 事故機の遺留心いる -76TD は、アラブ首長国連邦のシャルジャに、本拠地を置く、レストランスアビアエクスポートが、エアスタンにリースしていた機材だった。ウラジミール・シャルパトフ機長199便には、ウラジミール・シャルパトフ機長と、ガジヌール・ハリウリン副操縦士、アレクサンダーズ・オルド航空士ほか、4人が搭乗していた。199便はアルバニアからアフガニスタンへ、 約30トンの武器を輸送していた。アフガニスタン空域を飛行中、199便は、ターリバーンのミグ -21 に迎撃され、カンダハールに強制着陸させられた。アメリカ合衆国上院議員のハンク・ブラウンが、ロシア政府とターリバーンの人質交換を仲介した。ターリバーンは、ロシア側によって捕らえられた、アフガニスタン人の解放を求めた。一方、ロシア政府は、 この要求を拒否し、交渉は決裂した。ブラウンはターリバーンに対して、199便の乗員たちにいるマイナス76の整備などを行わせるよう求め、ターリバーンはこれを了承した。ブラウンのこの要求は、乗員の脱出に大きく貢献した。乗員たちは1年以上にわたり、脱出の機会を伺っていた。ブラウンの要求により、機体の整備を許可されていたが、 その後飛行準備を行うことも許されていた。1996年8月16日の午後、乗員を監視していた兵士の大半が乗りを捧げるためその場を離れた。乗員は残りの兵士を制圧し、イルマイナス76に乗り込んだ。パイロットは補助動力装置によってエンジンを始動し、滑走路へ素早く向かった。ターリバーンは、 消防車で離陸を妨害しようとしたが、パイロットは離陸に成功した。すぐに、ターリバーンが占拠している区域を抜け、アラブ首長国連邦へ向かった。ロシアのボリス・エリチン大統領は上院に祝電を送った。2021年6月に撮影された、当該域2019年11月時点で、事故機の RA-76,842 マイナスは、 アビアコンチタトランスによって運用されている。ありがとうございます。